こちらのお店は東京自由が丘駅の近くにあるネットショッピングを展開する会社が初めて出店したリアル店舗になります。こちらのお店では IoT を導入されて見える化に非常に工夫をされていると伺ったんですが、これ IoT を導入されたきっかけというのはどんなことがあったんでしょうか。そうですね、キャンペーンなどを行う際にそれなりのコストを投下するんですけれども、その効果がですねやはりなかなか見えなかった部分がございまして、今まではですねそのスタッフの経験値だったり感覚みたいなものに頼っていたんですけれども、そこをもうちょっとですね数値化して管理したいという思いがございまして、今回ですねマーケティングカメラの方を導入させていただいて、そこの課題の部分をですねしっかりと数値化して管理する体制を取りたかったっていうのが理由になっております。このシステムについてどのようにお知りになったんでしょうか。そうですね、我々がもともと実店舗に関してはかなり後発の会社でしたので、なかなかそこのノウハウみたいなところがなかったものですから、そういった意味でですね、うちの得意とする数字で管理するっていう部分ですね、他社にはない部分、ここをしっかり活用できれば他社に負けない店舗の運営ができるんじゃないかなといった思いで、そういった仕組みがないかっていうところを、ネットで検索したところ、ちょっとマーケティングカメラみたいなものが出てきましたので、ちょっとそれは取り扱われている会社さんにいくつか当たりまして話を聞いたところ、TSP さんの仕組みがですね、非常にうちの店舗と合致しているかなといったところで導入の方をさせていただきました。分かりやすい部分で言いますと、本当天気によって入店率に差があったりとか、あとはその祝祭日によって、入店率だったり購買率の差があったり、季節だったり、そのタイミングによって、大きくその数字の変化が見れるっていう部分で、かなりそのカメラを入れた効果があったのかなと思っています。こちらのシステムではどんなツール、そしてどんなソリューションになっているんでしょうか。はい、最初にカメラのご案内をさせていただきます。入り口側に1台ございまして、それが人数カウントで来店の人数を、計測しております。で、真ん中に来まして、周りカメラ2台、これが Q モニターといいまして、どのゾーンにどれだけ人がどれだけ滞留していたかというのを測定する装置になっています。で、この2台で6ゾーンのデータを分析しています。で、もう1台向こうにある小さいカメラ、あちらのカメラに関しましては属性分析ということで男女年齢の判定をするカメラ、これがついてございます。あと実は外側の部分、道路部分になるんですけども、外の通行人の人数を数えるカメラっていうのもついてまして、店内に入ってきていただけるお客様の分析ということもやっております。なるほど、プライバシーの保護といったものもあるんですが、このまま全てその撮影した画像等がデータが直接どこかに転送されるということなんですが、どういった仕組みになっているんですか。一応データはすべてクラウド上に転送されるんですが、この製品すべてスウェーデンのアクスというカメラでございまして、実は GDPR という非常に厳しい個人情報保護法、これに基づいた製品になっています。ですから画像は全く送らずに数値データのみクラウドに送るという製品になっています。プライバシーを守るというところでございますね。システムを提供している企業に話を聞きました。ネットワークカメラの中に、Linux が入って、さまざまな分析ができるようになったというところでですね、非常に可能性を感じまして、具体的に申し上げますと、人数カウントであるとか、そういったアプリケーションがですね、カメラのみで、分析が可能ですので、そのデータを、クラウドで収集して蓄積を行い、さらに IoT と組み合わせることで簡単で低価格の情報を提供したいと、それが可能であるというふうに考えたからです。店舗にはカメラと通信 SIM のみで運用されます。店舗にサーバーであるとかパソコンなどの機器は設置する必要がありません。またクラウド上でデータは加工され、責任者様、担当者様へ自動でメール配信が可能となっております。サービスの大きな特徴は2つございまして、まずアプリが入ったカメラを設置するだけで簡単に導入が可能なことになります。
もう一つは閉機網というインターネットにつながらないセキュアなネットワークを利用しておりますので、高いセキュリティ性を実現しているところになります。まず初めきっかけとなりましたのはですね、ある世界展開されている時計屋さんの方からすでにヨーロッパ諸国でつけていてですね、日本店舗においてもこういったデータを必要なので取ってほしいという工事依頼からまずいただきました。で、そういったことをやらせていただいていく中で日本はだいぶ遅れてるねというお声をいただきまして、確かにこういったものがお安くできるのであれば非常に可能性もあるし、今オンラインショッピングが非常にもてはやされている中ですね、我々にもしかしたらその実店舗の活性化というもののお手伝いができるのではないかということで、ぜひやってみようということで始めさせていただきました。今回これ導入するにことにあたってですね、どんな会社内のですね、オーソライズというのはあったんでしょうか。そうですね、もともと私がいたのがそのオンラインショップを運営する部署だったものですから、基本はですね、そこのオンラインとの店舗のこう融合みたいなことを進めておりますので、やっぱりそのネットを担当しているものが店舗を見るみたいな形でそこを横断するような形で、今は運営させていただいております。なので、オンラインで行った結果がですね、店舗にどれぐらい効果を与えているのかみたいなところまで一気通貫して見るような体制になっております。日々そこの数値の方は測定しておりまして、月に1回ですね、細かく分析の方を行いまして、行ったキャンペーンは成果が出たのか悪かったのかみたいなところ、そこをまた、改善することで、さらに、良い売り場作りしていくみたいなところの PDCA を今は、月1でしっかり回しております。効果の方はいかがでしょうか。はい、そうですね、やはり何もない時に比べるとですね、明確にその数字として結果が出ますので、やっぱりその改善という部分で非常に効果が出ているのかなと思っています。具体的にはだからやっぱりディスプレイというのが非常に通行される方から一番目に入るところですので、そこを変えるだけでやっぱり入店率みたいなところは大きく変わると思います。今後やはりそのネットと実店舗ですね、最近ではオムニチャンネルだと言われてますけれども、そこをより促進する上で、ネットで大きなキャンペーンを行った時にですね、それがどんだけ店舗に効果として現れているのかみたいなところをですね、しっかり追っていきたいと思っています。今回私どもはマーケティングという分野において IoT を活用させていただきましたが、まだまだ IoT の可能性というのは大変広いというふうに感じております。ぜひ皆さん一緒に IoT を活用してですね、さまざまなソリューションを広げていきましょう。やはり明確にその数字で課題が見えるっていうところは、やはり改善する上で非常に強い部分だと思っておりますので、どちらかというとその個人の感覚だったり経験みたいなものも重要だと思うんですけれども、より合理的に判断する上で課題を数値化できるっていう部分は非常に魅力的だと思っています。